はい、アンペアです。よろしくお願いします。酒井と島倉でアンペアです。お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、というわけで、はい、今回はですね、はい、アマチュア芸人と M1 グランプリというわけで、ちょうど終わりましたね、今年もね。そうね。はい、我々アマチュア芸人から見た、はい、M1 グランプリという大会、イベント。なるほど。そこに誰が出てて何のネタやっててどうだったねっていう話じゃなくて、うんうんうん、その M1 グランプリって、うん、プロの方から見たら違うかもしれないけど、うん、我々から見たらこうだよねっていう話を、なかなかこの視点ないんじゃない。そうね、うん、で本当にちょっとこれから芸人やってみようかなとか、うん、M1 出たことないけどもちょっと出てみようかなみたいな人がいたら本当にぜひとも見てほしい。そうですね、我々アマチュアからはこんな感じで捉えてますよっていうのを語っていきたいなと。そうですね、僕たちプロでもないし、うん、養成所も行ってないし、行ってないね、誰かに教わったわけでもない、本当に独学で全部、うん、っていう人もね、いると思うんで、うん、むしろそういう方が多いんじゃない。多いかどうかは分かんないけど、アマチュアだとしたらね、アマチュアだとしたらね、そう、養成所行ったら大体の人はプロになるか芸人を辞めちゃうか、そうでもないかもしれないけどね、はい、アマチュアで活躍そのまましていこうっていうのは少ない気がするよね、うんうんそうですね、うん、で、M1 なんですけど、うん、2001年に始まってる。あ、もう20年近く、19年、19回だったってことかな、今年が。僕たちが多分19歳とか、うん、20回か、1年からちょうどぴったり20回なんですけど、うん、僕は結構鮮明に覚えてて。ほう、すごいの。やってなかったですよ、僕たちは。お笑い別に。そうね、まだその時はやってなかったんですけど、結構衝撃を受けて、うん、そんな大会がそのアマチュアでも出れる。まあね、今までほんとテレビの中でプロの人たちがそういう賞レースというか大会をやってるのを見るだけだったからね。なんとかお笑いグランプリとか、なんとか大賞みたいなやつとかあっても、うんうんうん、あとはそんなになんか日本一って感じじゃなかった。あ、なるほどね。今までは確かにそうかもしれない、ね、なんかよくわかんない賞を取ったんだ、へーみたいな感じだった。そこに出場した人たちの中で一番だったんだこの人がっていう、けど誰が出てるんだろうみたいな、うんうん、誰がエントリーされてるんだろうみたいな感じだったんですけど、なんかすごいなんか日本一のが始まったって感じで、ちょっと正確に覚えてないんですけど、うん、僕たちその次の年に初めてなんか始めてるんですよ、お笑いを。あー、初舞台。はい、うん、僕多分 M1 の存在がでかかったんじゃないかなって、やってみようっていう後押しみたいな。そう、だからってすぐ M1 に出たわけじゃないんですけど、そうね、一個そこでなんか僕の背中を押したものがある気がしますけど、どうですか島倉さんは。別にそんなことない。もう単純に、あ、新しいテレビ 番組というか、うん、特番というか、はい、が始まったんだな、楽しみだなぐらいな、もともとね、そういうネタ番組とか見るの好きだったから、うーん、ぐらいな感覚ではあったけど、うん、やっぱその日本一みたいな感じは受けたと思う、うんうんうん、なんか新しいことが始まったなっていうのをすごい感じましたね。ただそのアマチュアが出れるんだなとか、うんみたいなところへのインパクトはそんなにも感じてなかったかな。そうなんだ。うん、単純に面白そうだなっていうぐらいな感覚だったかな、多分。で、僕たちその後なんだかんだちょこ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 ね、うん、舞台だなんだって出て、そうね、来て、で、2007年で5年ぐらい経って初めて出たんですよ、 M1 に。そう、はいはいはい、初めてその自分たちの立ち位置が分かるみたいな。最初は滑りまくって、そうでもないけど、まあ滑りまくってて、まあうん、だんだんと、あ、受けるようになってきたなみたいな。そう、ね、地元ではっていうか、うん、出るライブでは。でもそこはやっぱ地元だったり知ってる人もいたり、うん、とかのところで初めてそこに出て、 M1 出てみてどうなのかなみたいなの、うん、そうね、初めて。まず出ようってなるのに勇気というか、うん、そこに行かない5年間というかかったわけじゃないですか、うんうんうん、で我々も5年ぐらいやってきてて、うん、ちょっと一丁やってみるかっていう、一丁やってみるか調べてみるかみたいな ね、 そうですね、どこまで通用するのかやってみるかっていう、試してみた差が出たわけだよね、うんうんうん、結果全然通用しないわけだけど、その時にはまだ、でも出てみたっていう一歩目を踏んだわけだからね、はいはいはい、その勇気もなかなかだと思うんですよね。これは本当ね、うん、もうプロの方だったりとかは意味が分かんないかもしれないけど、うん、プロの審査を受けるっていうか、うん、ちゃんと
審査してもらうっていうのは怖いよね、うんうん、養成所行ってる人とかはもう毎日毎週がそれだったりするんだろうけど、うんうんうん、やっぱアマチュアでやってるとそんなこともなかなかないし、うん、僕たちはまだ出てた方ですけど、うん、本当に学校の裏で教室の裏で友達3人に見せてただけの人とかもいるわけじゃないですか。いるし、一切やったことないけどちょっと興味があるとかっていう人もいるだろうから、そういう人はそういう人で頭おかしいですけどねそれで出れるっていうのもね、それはすごいハートを持ってる人だけど、そうですね、うんうん、まあ、そんな感じで僕たちも出てたわけですよ、うん、2007年に出てみたんですけど、ある年ですね、うん、一緒にそのアマチュアで主催ライブとかをやってたカームダウンっていうアマチュアのコンビがいて、元からうまいんですよ。うまかったね。めっちゃツッコミとかうまくて、その中何年もやってた人たちないんだよね。そうそうそう。で一緒にやってた人たちが2回戦行ったのが1回、1回戦を突破した、はいはいはい、アマチュアで、その時にすごいそれも衝撃で、これもだから伝わんないんだろうね。プロの人からすればさ、1回戦突破なんて、うん、いやいやいや普通に突破できるでしょって思うかもしれないし、ノルマですよね。逆に出たことない人からしたら、うん、いや1回戦でしょ、うん、別に優勝とか準優勝とかじゃない、うん、1回戦突破なんて別にって思われてるんだろうなと思うんだけど、本当、うん、このアマチュア芸人が1回戦を突破する壁っていうのがね、うん、まあでかいよね。そう、めっちゃすげえと思って、すごいと悔しいが同時に来て、あと自分にもできる可能性があるんだっていうことが分かっちゃった分、そうね、悔しくて、単純にカームダウンよりアンペアは下ですよっていう評価がついたわけだからね。そうね、そうね、そうね、そういう考えもあるね、うん、そう。で僕が調べたところによると、アマチュアの人は大体 3% ぐらいなの、アマチュアの中で1回戦突破できるのが。そうで、プロは半分ぐらい。ああ、まあやっぱそんだけ違うってことだよね。そうで、もちろんアマチュアではそのさっき言った全然人前でやったことない人とか、うんうん、急にあの友達に面白いから出てみなよって言われた人みたいな、うん、ネタ書いたことないみたいな人とかもいるとはいえ、うん、かなりの壁なんですよ。まあまあまあ、1回戦突破っていうのは。だ、本当それが結構な悔しくて、うん、ちょうどね、我々もあれこれやり始めてた時期だったからね、ラジオ出てたりだとか、そうですね、いろいろと芸人としての活動をアマチュアながらも、うん、やっていて自信もついていた頃に、うん、カームダウンより下ですよという、そうね、いう評価になったわけだから余計に悔しさはあるかもね。逆にアマチュアなのに1回戦突破したことありますよっていうブランドが欲しいなと思って。ああ、そこある意味ね、かっこいいと思って、認定証みたいなね。そうそうそう、プロから一応1回戦突破の実力はあると認められた芸人っていうね、最低限芸人ですみたいなのなんじゃないかなっていう、うん、まあでもそれはあるよね、はい、ということで、はい、実際にさ、アンペアがどんな M1 に出てきたか、どんな M1 に出てきたか体験談というかね。そうね、まあ、とりあえず初めに出たのが2007年。そうですね、結成5年目ぐらいで出たと、はい、でもこの時に、この年ぐらいに初めてちゃんとした漫才を作ったんですよ。そこそこね、受けたんだよね、その漫才が。ああ、 M1 でじゃなくて、 M1 でじゃなくて普通のライブでやって、うん、ちょっと手応えを感じて、そう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 、お、これは一丁やってみっかっていう部分があったよね。そうね、そう。それで行ってみて、まあ、あのボコボコにやられて地元でやるライブと、うん、わざわざ東京に行って、うん、お笑いを見に来てるっていうよりも、うん、審査してるつもりのお客さんたちって言うと大げさなかもしれないけど、そうですね、まあまあそういうことですよね、うん、と本当のプロの審査員といる中でやって、うん、しかもあの出場者のレベルもそうね、はるかに高いところでやって、うん、まあ、ボコボコにやられ帰ってきたわけですよ。そうね、うん、それでもう二度と出たくないっていうと大げさだけど、はい、我々はまだここに出ていいレベルじゃなかったんだなっていうのは思い知らされた記憶はある。そう、でも翌年はやめました翌年っていうか次出たのが3年後。その3年後ですね2010、もうだからしばらくもうやだね、あの空気はっていう。そうね、でも2010にその3年後出てるから、うん、多分何かあったんだろうね、何かあったんだろうね、何かもうちょいいけるなっていう気がしたんだろうね、そろそろ出てみるっていうのがあったのかな。そうそうそう、だからまあ成長してるってことじゃないですか、うん、でまあまあ、あのまあまあやられて帰ってきたわけですでも1回目の時はやっぱ手応えというと変だけど、うん、ボコボコ加減は少なかったよね、うん、
知ってる知ってる、このこやられるの知ってんだよ俺らもっていう、その覚悟で言ってるから ね, ね。だから結局本当アドバイスするなら出といた方がいいんですよ。あ、まあまあまあそうね、経験としてやられる、当然負けるからっていうところだよね、うんうん、そうそうそう、負けるの覚悟で言って、経験は大事、いっぱい殴られた結果、うん、打たれ強くなるからっていうところだよね。そうね、うん、あとはやってみて分かったあのはやっぱりその、うん、力がないなって、伝える力がない、多分ネタはできてるなっていう、まあある意味ネタは昔も今もそんなにクオリティ変わってない気もするもんね。そのあれはただの自信過剰かもしれないけど、うん、あってもそれを伝える技が全然ないっていうことが実感できる、うん、言ってみるとプロってすごいんだなってとこあるよね。サッカーで言うと知らないと思いますけど、サッカーは知らないと思いますけど、やっぱテクニックはあっても、うん、やっぱ筋力とかそのフィジカルがないと当たられたらポンってやられちゃうみたいな感じ、そういう感じを受けました。やっぱその辺は養成所とか行ってる人はそこで学ぶんだろうね、そのフィジカル面というか、そこでさらに、お休みしたんじゃないや、終わったんだ、 M1 が一旦終わったんだ、ね、M1 がラストの年だから出てみようみたいなのもあった気がする。あ、そうなんだ。でそこから、5年後に M1 自体が復活します。はいはい、2015年、はい、でしかも、今までは、結成10年までしか出場できなかったんですけど、うん、5年休みがあったせいで15年まで出ていいよっていうことに、はい、なりまして、その年は多分様子を見てその次の年に出た。そうだね、2016年に、はい、6年ぶりに出てみたという、うん、じゃあ出てみようか、ウォータープルーフと一緒に行って、うん、ラーメン食べて帰ってきた受けてなくはなかったよね。うん、3回目にして多少の手応えは感じたよね、うん、ただしってとこだよね、うん、全然及んではないけど、うん、全滑り、滑ってるんじゃないかな、伝わってないんだよね、その今までだったら。ああ、なるほどね。そう、今までは一切伝わってなかったのが、うん、伝わりはしたっていう印象かな。うん、で、帰ってきた。伝えるだけ伝えて帰ってきた。そうですね。はい、一人で行って、おーって叫んで、おー、合格しちゃうよということで、ここからは、はい、僕たちなりの1回戦攻略法。うん、